ましたね。 75.7、 ちょっと76キロ超えないようにちょっとね無理はしたくないけど、なんか対策しようかな今チョコバー食べたばっかですけどみなさんこんにちは、ガガの高橋です。今日は中国に行った時の世界線の話とは言ってもラジコンとは全然関係のない話をね、私の思い出深い脳裏に残る、ちょっとね中国が好きになったお話をしたいと思うんです。あれちょっとね結局8日間か9日間ぐらいね中国にいたはずなんですけど、何日目かね忘れちゃいました。中盤ぐらいの時ですね、毎晩ねレースが終わって、まあ、毎晩バスでホテルに帰るんですよね、まあ、そこから夕食になるわけですけど、の三浦さんとかと加藤さん夫婦とかね、直人とかあと篠原さんとかみんなでねテクテク歩いて、まあ、徒歩10分15分ぐらいのとこにあるショッピングモールがあるんですね、まあ、そこまでテクテク歩いていくんですよ。たわいもない話をしながらね、まあ、いろいろ目についた、まあ、面白いものもあったんですけど、まあ、中国らしいなんか対極拳をやっていたりとか、なんかこう得体の知れない雑貨屋さんとかねあったりして、ただその街自体は普通にスターバックスがあったり、まあ、マクドナルドがあったりね、まあ、普通になんて言うんだろう、まあ、都市と言えるんでしょうか、まあ、私の実家の鯖江市なんかよりは全然ね都市部だったわけですけど、まあ、そこにテクテク歩いていくわけですね。で、まあ、今日は何にしよう、まあ食事もねいろんなものを食べましたよ、まあ、カレー屋、日本料理のカレー屋さんとか、普通に中華料理は行ってないかな、なんか普通にまあ、こっちでいうファミレスみたいなとことか、まあ、なんやかんや今日はこっちイタリアピザとかパスタとか食べれるようなお店とかね、まあ、行ってたわけですよ。で帰りにそのショッピングモールの地下にスーパーがあるわけですね。そこでみんな水とかあとお酒とかおつまみとかを買って帰る、日用品ね買って帰るっていうサイクルで過ごしたんですけど、ある日地下のスーパーでお買い物をした時にみんなでねうんこをね催してきたんですよもうかなり催してきまして、で、まあ、みんなお買い物してたんですけど、あちょっと俺トイレ行きたいから先お会計してスーパーの外で待ってるねって言って、まあもう手早くお買い物をして、そのねもう結構限界だったんで、そのままテクテク歩いてトイレの場所もね毎日行ってるからもうトイレの場所もしてるんで、まあ、行きますよ。でそのショッピングモールとかスーパー自体は全然もう日本で買い物してるのと変わらないぐらい綺麗なとこですよ。トイレとも全然綺麗ですよ。で普通に全部水洗ですし、まあ、日本のショッピングセンターに入っていくのと変わらないようなね雰囲気だったんですけど、まあ、とりあえずうんこしたいんでトイレ開けました。そしたらね紙がないんですよ、紙がね。でもうねうんこしたい時って経験あると思うんですけど、トイレのね刻一刻と近づくと一歩一歩どんどんその催し具合が限界に来ますよねもう扉持つ時には開ける時にはもう臨界点来てるわけですよで紙がない、一応トイレットペーパーのホルダーはあるんですけどないんですね。でまずいと思って4つか5つぐらいそのね、大便器があったんで全部行ったんですけど全部ないんですよ。で一瞬やばい、もう戻ってスーパーで買おうかなって紙をねって思ったんですけど、もう臨界点、完全にね臨界点超えてるんでもうそんな暇ないんですよ。もう歩いただけでもう出るんじゃないかっていうぐらい限界を迎えていたんで、もうどうしようと思って
どうしようどうしようって、もう青ざめました。もう本当青ざめました。これはまずい、まあ、とにかくすることしてから考えようかなとか、ね、もう最悪ポケットにね一元札があるから、もうしこれ一元札で行くしかねえかなとかね、もうパニックってます。そうしたらね、初老のね中国人の男性が入ってきたんですよ。おしっこしに来たんですね。で、中国って、まあ、私も全然英語なんて全く喋れないですけど、それにも増してあの中国の方って英語さっぱり全く喋れないんですね、まあ、特にねその方初老っていうのもあって、で、まあ、当然中国語なんて、まあ、英語よりもさらにわからないじゃないですか。だからでももう仕方ない、もう紙が欲しいと思ってニハオって言ってニハオ I want paper I wanna paper I need paper って言うわけですよ。でもね、あのもうおしっこしながらね、その初老のおじさんはポケーってこっちを見てるわけですよ。でもね、もうヘルプヘルプミ、助けてならわかるからってヘルプミってCan I use paper ヘルプミヘルプミって叫ぶんですけど、間に合い何言ってるかわからないわけですよね。もうどうしたもんか、もう必死ですこっちも。そしたらもうこれはジェスチャーしかないと思って、あのもう手をねもうこううんこうんこするこうやりながら神神神って叫んだんです。通じたんですね。そしたらそのおじさんがポケットからね、ポケットに手を忍ばせてね、おしっこしてた手ですけど、もうそのどうでもいいんですよ。もうフーッとこう出してきて、私差し出してくれたんですね。その手には五香が差してました。もうシェ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 言ってね、もうそのもう髪を掴んで、ね、もうそして私は事なきを得たわけです。で、もう終わった後ね、お礼をしなきゃと思って行ったんですが、もうそのおじさんはねいませんでした。なんか立派なねビニールに入った紙をそのまま袋ごとくれたんですけど、いやもう本当にね、私はねもう命を本当に救われました。もうその本当にね、人間必死になればね、通じるんだなっていうのと、まああの人が困っている状況はね、助けてくれるんだなっていう、その中国のね初老のおじさん、もう顔も忘れちゃいましたけど、本当にね助けられました。本当にね、これその事件でね、私の中では事件ですけど、その事件で私は中国をねちょっぴり好きになりました。でね、話はね、またごめんなさいね、うんこつながりなんですけど、ホテル泊まってるホテルね、ものすごくいいホテルでした。でものすごく広くて、あのものすごく豪華ないいホテルにね、私、ツインルームなんですけど、まあ、ツインルームって言ってもダブルベッドが2つ並んでるのかな。でお風呂バスルームとかもラブホテルみたいにガラス張りになってて、まあカーテンでねシャーってなる。トイレまでね確かすりガラスでねなってるような。でシャワールームももうガラス張りですよっていうようなすごいホテルなんですけど、まあ、私ほら一人で、ね、寝泊まりしてますから、確かレジストレーションってあの間のインターバルの日の前とかの日になると、まあ、次の日レースもないですから、みんなね、まあ、普段そんなバカみたいにお酒飲まないですけど、まあ、集まってね飲んだりするわけですよね。そこでねなんかね、あの集まってる時ちょっと状況いまいちよく覚えてないんですけど、あのゆうすけくんね、杉浦ゆうすけくんが僕の部屋でね、私の部屋でね、なんか急にお風呂に入り出したんですよ。でお風呂のカーテンがリモコンになってて、それをこうね外側からねリモコンを押すとね、そのカーテンがシャーッと開くわけです。でユースケがバスタブにこうやって入っててね、まあ、それをこう外からみんな眺めてて笑ってたんですけど、で私ねトイレしたくなったんですね、普通のおしっこですよ。おしっこしたくなって、まあお風呂入ってると思ったから私ね、バスルームの方行ってトイレを開けたんです。そしたらねゆうすけがうんこしてたんですけど、まさにこう髪でこう拭いてる時
この瞬間をね、目撃しました。もうちょっとね、うんこばらして大変申し訳ないですけど、まあ、とりあえず、まあ、基本的にはね、レース以外、特にそんな遊びに行くこともないですから、その日常の中でね、あった、面白い、お話ということでしたね。まあ、今日は番外編ということで、中国であった、お話ですね。まあね、もうラジコンのラの字もない話ですけども、一応中国であった、私が命拾いして中国をちょっぴり好きになった、お話でした。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。